どうもです今日はですね自分のやっていくことととといいいいうここについてお話ししたいと思います、えー、これからですね僕自身がねこうやっていこうということが、えー、いろいろとあるんですけどもそれをねちょっとこうまあ言いたいなというかそういうのをこの今の時点でこういうことをしようとしているっていうことを一応その。 まあ言ってておおこううかなというふうに考えておりますますずね、えー、仕事なんですけどもお店のことですねお店のこと、えー、リラクゼーションの、まあ、マッサージというかそういうリラクゼーションとしてやってる、えー、手技施、えー、術があるんですけどもそれはね、えー、どんどんとこう磨いていくというところではあるんですね。ででそそれはそれは 自分を磨いていっててっですねあのお客さんに喜んでもらうようにしていくというところが一つと。で、えー、コースとしてはですねあとちょっとずつちょっと増やしていきたいっていうのがあってですね一つはドライヘッドスパですね、えー、ヘッドマッサージのようなものですね。でこれに関してはまだ全然ねこうほとんどできてない状態なんですけども以前からこれは作りたいなと。 いいう,うに考えていてですねでそれをこうやっていくというところで,で一応その参考にするその教材なり何なりというのは一応見つけたんでそれをまずベースとしてで家族などにですねちょっとこうやっていって練習していってで家族のまあ反応とか感想とか聞きながらですねほんで、えー、自分なりの そのドライヘッドスパっていうのをちょっと完成させていってですねでお客さんに提供できるようになればですねそこでお客さんにこうちょっと提供すると最初はその,あの表立ってそれをやってるとは言わずにですねリピーターさんですねかあとネット上でですねそれをこうやってますということを言っていこうかなと思って ますだからあのー、店の看板としてまだ出さずにですね、えー、自分の店を探してくれた人がそういうコースもあるんやとで見つけていただいてそれで、えー、試していただくとで僕のやってるサービスの、えー、内容と、えー、価格を見ていただければですね僕がそのあのー、新しく作り出した時にそこは結構その いいもんであるるだろうううととということはは、えー、想像できるとは思うんでき思んすも、ねえー、僕の施術を受けていただいているお客さんはそういうことだ価値あるものというその価格以上の、えー、ものをこう提供してもらえるだろうということは分、えー、かっていただけるんじゃないかなというふうに思いますんで、えー、やっぱりその内容ですねその 内容をしっかりしたものとしてこうある程度の形にしていってで最初はその常連さんにちょっと安い価格でこうちょっと感想を聞きながらというか、えー、やっていく形になるかなというふうに考えています。ほんで、えー、もう一つが生態ですね生態のコースですね。で、あのー、この業界っていうのはですねその治るとかですね 良くなるとか良くななるののもあかんのかななんかそういう言葉をしっかりその使ってはいけないことはあるんですけども、えー、お客さんが喜んでいただける施術をすると、えー、こういう言葉の表現になると思うんですけども、えー、喜んでいただけるためにですね、えー、今のそのお客さんの状態よりもですねあのより喜んでもらえる状態に持っていくためのコースですね。 えー、そのためにやる、えー、施術というのは一つベースになる施術があってですねでそれを、えー、まず自分がマッサージするんですけどもその、えー、勉強してちょっとやってみたところ、えー、なかなか難しく自分の感覚がもっと、えー、鋭いものにならないとですねなかなか、えー、そこの、えー、効果があるところまで えー、たどりり着けないといととうことも分かっておりますのでちょっとこれに関してはまた練習が必要また家族に協力してもらって、えー、その効果というかどこまであるものかというのを、えー、聞いていくと。で、えー、日々過ごしているんでですねその感覚がだいぶ良くなってるなっていうのも分かってくるとですねそれが生態としてこう生かされていく。で 基本的にはそのお客さんが喜んでいただける状態までは持っていく状態にしたいですね。でこれはねだからその困ってるお客さんがいた時にですねその、えー、お客さん一人一人にこう集中させていってそのお困りのことをですね解決できるようにその集中させて持っていくと。 だからここには結構信頼関係が必要であると思うんですけどもだから1回で治,治るじゃないですね1回でその喜んでいただけるという状態に持っていくのはなかなか難しい、えー、まあゴッドハンドの方とかはね、えー、そういう方もおられるんでしょうけどもそこはこうやっぱり回数を重ねる施術の回数を重ねることによって、えー、体の反応が変わっていってですね で、えー、より喜んでもらえる状態にこうなっていくと。で、そういう、えー、コースですね。で、あとはですね、僕が、えー、今のところですけども、12キロの、えー、ダイエットを成功させているという状態ではあるんですよね。まだこっからがちょっと僕の課題、いろいろまだあるんですけども、えー、ある程度ね、その太った状態から、えー、標準ぐらいまで戻すっていうやり方っていうのはね、うん、自分ならこうかなっていうのは、 大きくはあるんですねこう大きなその方向づけというのはあるんですけどもそれをですねそのダイエットでお困りの方に、えー、そういうダイエットのコースを作ってですね、えー、それはですねなんか肩にはめるこういうやり方でやりましょうと肩にはめるそのどう,うですかマニュアル通りにやるものではなくてですねダイエットに限らずですけどもダイエットはですねそのの人自身の えー、やり方があるんですねその人自身に合ったやり方をしてですね、えー、痩せていくと、えー、生活習,習慣を変えていく、えー、その状態に持っていってですねほんで、えー、痩せる状態になるほんで リバウンドしないようになるというのはですね生活習慣を変えてしまうということは、えー、その新しい生活習慣が自分の習慣になってるんでですねその習慣というのは毎日繰り返すことなんで、えー、もう太らない状態になるというところですねでそこまで持っていって卒業というところでそこまで僕は面倒を見ていくとこれに関してはねそのダイエットに関してはねそんなに難しくないその 体作りの,そのすごくこうそのボディビルダーみたいな体を作るとか、えー、モデルさんのようなこう体を作るっていうことになるとちょっとあのまた僕がそれはそれこまでできてるわけじゃないんでちょっと違うんですけども太った人が、えー、標準体重ぐらいまでに持っていくっていうことは、えー、持っていけると思います。それはお、ねえー、お客さんとこうお話し,したり いろいろ僕が感じたところで、えー、その提案をこうしていきながらですねでそれをこうやっていってやっていけるかやっていけなかったらいけないでその結果を見てまたこう試行錯誤してこう2人でねマンツーマンでこう歩んでいくと。 で新しい生活習慣が身についたらそこでもうリバウンドしないことになるんでですねほんでその人自身もそのやり方をいろいろもう覚えられるようになってると思うんで次例えばリバウンドというかちょっと太った状態になってもその戻すことができる自,自力で戻すことができる、えー、そういう力をつけていただいて、えー、終わりというところですねそういうダイエットのコースこれをこう作っていきたいと。 いうところですねで、えー、他に関してあのー、まだまだやっていくことはあるんですけども大きくその自分のお店のその新しいコースとして考えてるのはそれですね。そこまででいいかなとで他ねちょっと発展させていったり横の広がりであったりとかまた違うことであったりっていうのはこういろいろとこう。 増やしていこうと思うんですけども一気にやることはできないんで、まあ、焦らず、えー、無理せず、えー、増やしていきたいなというふうに思っておりますそのためにもですね自分が健康をしっかりと保ってですね、えー、エネルギーを高めてほんでそこへ集中させていくという、えー、状況に持っていこうというふうに考えておりますということで今日は、えーとですね、これからやっていくことですねについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうも ありがとうございます。